こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は瑞気梅花に蜜です。めでたい木が梅の花に充満している。ここでは梅花は春の兆しの象徴とされています。季節通りに咲いた初春の梅花は季節の巡りが和順であることを告げる。東大末のラインの詩に雪はこれ法年の印とあるように、天候が和順であれば法年満作が期待される。禅では天地陰陽の和順は万物生成の根源であるとし、それは人間社会の和睦を促すと捉えます。この句はそのような万物の和順吉祥の印を一輪の梅の花に見て取ったものです。それでいいのかな。瑞気梅花に蜜を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。